まずは地図を見ながら大体の場所を確認します。宜野湾市から近い場所に琉球大学があります。琉球大学の北の端、大学の敷地から流れる小川が本日訪問する秩父川です。普天間神宮方向から国道330号線を琉球大学向けに進んでいます。正面、永田交差点が見えてきました。右に曲がると沖縄国際大学に至ります。ここは左に曲がります。宜野湾、秩父川と送られるか、沖縄自動車道の手前の信号機を右に入ります。すぐに左折して沖縄自動車道を渡ります。この橋を渡るとすぐ右手に秩父川がある公園が見えてきます。永田交差点からここまで3分くらいでしょうか。正面に見える小山の下から水が湧き出ています。そこから小さな川はこの方向に流れています。秩父川は西原町と宜野湾市の境にあります。秩父川または秩父川原と呼ばれています。川の推定より水が湧き出ている場所です。これが実に不思議です。この辺りは高台なんです。どこにも川がない地区ですが、そんな高台に水があふれ出して川を作っています。沖縄の川水源は本当に不思議です。そんな秩父川ですが、40年ほど前に首里から琉球大学が移転してきた際に、この秩父川原は大学の敷地内に編入されました。それ以来大学の敷地に入ったことで管理がおろそかになり、秩父川原はゴミ捨て場のような荒れた川になっていました。そんな中、荒れる秩父川を見かねた地域住民が立ち上がり、秩父川保存会を作りました。そして管理清掃、植樹などを積極的に行い、現在のような美しい親水公園となったようです。正面の森の下から湧き水が流れてきて、100メートルほどの川を作っています。
この渋河原は久米の桜でも有名です。元部以外ではここの久米の桜が一番たくさん植えられていると思います。花は3月いっぱいくらいで終わっていますが、今は若葉が綺麗ですね。沖縄で送られるかといえば、大宜味村喜如嘉の送られるか畑が有名です。渋河原の送られるかも10年ほど前、喜如嘉から譲り受けたのを植えたのが始まりです。川沿いの生育環境が良かったのか、今では送られるかが2000本に増えているそうです。考えてみれば、自然の小川が住宅街にあるのは沖縄ではここだけかもしれません。川の横は庭園風になっています。結構いい感じです。白くなって、うんうん、すごいですね。これはね、
さて、そろそろ引き上げましょう。本日の渋川はいかがだったでしょうか。3月は桜、4月は送られるかと2ヶ月間素晴らしい花に囲まれていそうです。カーの活用としてここまで花を育てているカーは少ないと思います。沖縄県民必見だと思います。北中城村の小木道大城地区もそうですが、花がいっぱいでこうして整備されたカー水源は地域の人たちの協力なしにはできないことです。渋川保存会の皆さん、本日は渋川の清流と送られるか癒されました。ありがとうございました。本日も最後までご視聴ありがとうございました。